はい、どうもどうも、どうもでどうも、松尾修造でございます。今日はこの前ね、ちょっとドバイを紹介させてもらう、まあ、紹介したというほどでもなかったんですけど、ドバイの話をしましてね、今日はですね、中国、香港、マカオを紹介。この前、ちょっと実は縁があってマカオに行ってきたんですけどね、まあマカオは今は中国のね、特別行政区ということでね、なっておりますけどね、1999年まで、ポルトガルの、ね、植民地でまだねあったんですけども、今すごいマカオの発展はすごいですね。マカオっては世界遺産も結構ね あるんですけど、何がすごいって言ってやっぱカジノですね。まあもうラスベガスのカジノも有名ですけど、この前行って話聞きましたらね、もう今ラスベガスの4倍5倍ぐらいの、勢いということでね、売上高もあるというふうに言っておりましたけどね、本当にもうびっくりするようなホテル、それからショッピング街もそうですけど建ってますね。まあ、かといってまたその植民地帯のもう古い建物たくさんあるんですね。もちろん平屋なんか全然もう上にね、狭い敷地ですから上に建ててるんですけど、その古い建物とそのもう本当に新しいそのカジノのね、街並みとのその融合といいますかね、違いにもびっくりしますけどね、何がすごいって言いましたらね、中国の方の勢い、中国人の方の勢いがすごいんですよ。そのカジノ行きましたら、もう中国人の方がもうバン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 かけてるんですね。いやもう本当に中国の勢いを感じさせられましたけどね、ほとんど昔でしたら日本人の方がね、団体客多かったですけどね、全然中国の方も方がもう8割は中国人の方、まあ元中国の領ですから、国内ですからあれですけどもね、もうカジノにしてももう中国の方がもうバブルですね。中国はね、タクシーも全然拾えません。マカオ人がいっぱいでね、すごい賑わっておりました。そうですね、あとはそのこのちょうど行った時は11月の下旬やった中、マカオグランプリっていうのもありましてね、そのマカオの街並みをこう F3000 かな走るんですけど、まあそれのちょうど後やったんでね、人も賑わってたんやと思いますけどね、まあ本当にマカオ、中国の方の勢いを感じる街でした。今日の松尾修造は、マカオ引き続きドバイもその説明なんやねんって言われてましたけど、マカオもおいおいその説明なんやねんって突っ込まれる、まあ、突っ込んでくださいお願いします。マカオでした。松尾修造でした。これ知ってますちゃみやん、これなんか言ってるだけやんって怒られそうですね。